リス・スムアキは、大韓民国の全羅北道軍山市出身の元プロ、野球選手、野球指導者、左投げ左打ち。軍山商業高校時代は速球を武器とする、投手だった。1999年に3番ウルレーダースに入団し、野手へ完全に転校する。この年、財政的に苦しんで、ドラフトで新人の指名すら保留していた3番ウルが、唯一指名し、 1>, 1億ンの契約金で入団させたほど期待された新人であった。結局、彼が3番ウルの最後の新人となった。2000年に同球団が解散すると、新球団 s k ワイバーンズに受け入れられ、2002年から2004年まで3年連続の打率3割を記録するなど主力選手として活躍した。2003年には、アテネオリンピック予選を兼ねたアジア野球選手権。 大会韓国代表に選ばれた。2006年には第1回 WBC 韓国代表に選ばれた。2006年の第1回 WBC 一時リーグ対日本戦では日本2点リードの4回裏にアウト満塁の場面で西岡剛のヒット性の当たりをダイビングキャッチして追加点を防ぎ逆転につなげた。同じく二次リーグの日本戦では2回裏。 里崎智也のライト前ヒットでホームに突入してきた岩村明則を後返球で刺し、先制点を許さなかった。これらの好プレーによって韓国の野球ファンから国民的右翼手というあだ名を得た。また、2006年 WBC 後のインタビューで一郎に対してどんなにいい選手だとしても彼のように人格に問題のある選手はプロとは言えない。 メジャーリーグで活躍してる選手だからといって、パフォーマンスは安定してなかったし、聞いたほど怖い選手じゃなかった。一郎は、李性犯や李平慶と同じレベルだったと痛烈な批判を行ったことで知られている。2007年のアジアシリーズで中日と対戦した時は、中田健一や山井大輔レベルの先発は韓国にもいるという発言も残した。 2008年の北京オリンピック野球韓国代表に選ばれたが、ライトのポジションを李博氏系に譲り、主に控えの外野手を呼び代打として使われた。しかし、日本との準決勝では1対2で、リードをされた7回裏に死走者1、2塁の場面で、代打で起用され、藤川球児から1、2塁間を抜ける同点打を放った。この1打で、8回の逆転劇へつなげる役割を果たし、 大舞台での勝負強さを再び確認させた。一方、レギュラーシーズンでは、故障や他の選手の台頭もあって、出場機会が減り、オフにフリーエージェントの権利を獲得すると、LG ツインズに移籍した。彼の保償選手には、李上校が選ばれた。2009年の第2回 WBC、韓国代表としても、全級試合にフル出場。台湾戦では、 リブリマサから満塁本塁打を放ち、2次ラウンドの日本戦では、ダルビッシュ U から先制のタイムリーを放つなど活躍。なお、この試合終了後に、チームは準決勝進出を決め、笹ぐ重魂と共に、マウンドに対局機を立てた。大会通じて打率は、250と低迷したが、打点は、近大金に次ぐ7打点を挙げ、今大会でも勝負強さは健在だった。 なお同年は新天地の LG で主力外野手として活躍し、3年ぶりに100試合以上に出場すると規定打席にも達し、2桁本塁打も記録した。2010年以降も LG で主力外野手として活躍を続けた。2014年と2015年はチームの首相だった。2015年11月27日、戦力均衡を目的とした二次ドラフトにより、 k t ウィズより指名され移籍した。2017年6月16日、ハンファイイーグルス戦で、韓国プロ野球史上10人目の通算2000アンダーを達成。2018年10月19日、同年限りでの現役引退を表明した。これにより、3番ウルレーダース所属経験のある、プロ野球選手はすべて現役を引退した。彼が、プロ通算で出場した。 試合数は2159試合で、これは通算 3, 3位である。2019年4月6日から2ヶ月程度、日本プロ野球、東北楽天ゴールデンイーグルスで、コーチ研修を受けた。同年7月28日、水原 KT ウィズパークにて、引退式が行われた。2019年10月28日、SKY バーンズにコーチとして復帰することが、発表された。 現役通算で打率3割を超え、韓国屈指の高打者だった。三振が少なく、パンチ力と勝負強さとを兼ね備えていた。元投手ということもあり、強権で玉際に強く、韓国でも随一の外野守備を誇っていた。上日から国際大会とも相性が良かったため、2006年から2013年にかけて韓国代表への選出が多かった。 LG 時代の初期応援歌は、リ平ヘのものを流用している。後期応援歌の原曲は、威風堂々で、対談後には、リア・キラ州へ受け継がれた。また、KT 時代の応援歌は、アニメ進撃の巨人のオープニングが原曲となっていた。ありがとうございます。